リン、レン、誕生日おめでとう。おめでとう。はい、というわけで今日は12月の27日、鏡音、リン、そしてレンの誕生日ですね。おめでとうございます。今日で、10周年ということで、いや素晴らしいですね。うん、ミクちゃんと同じ年にね10周年迎えられるということで、クリプトンファミリーは忙しいですね。はい、おめでとうございます。それとですね、さらにリンとレンの声ですね、声の元をやってくれました下田あさみさん、ご結婚おめでとうございます。おめでとう。はい、まさかこのタイミングでね、下田あさみさんですね、ご結婚ということで、非常にめでたいですね。めでたいことが2つも起きてる、とても素晴らしいことだと思いました。はい、うん、毎回誕生日を迎えるとね、なんかこう感無量という感じで、なんかね、なんだろう、お祝いしたい気持ちでいっぱいになるんですけども、無事、ちょっと遅くなっちゃったんですけども、お祝いすることができてよかったと思います。はい、ケーキはちょっとね、今回作れなかったんですけども、作れなかったんでちょっと買ってきたケーキなんですけどね、あと自分なりの飾りをして飾ってみました。まあ見栄えよくできたら、ね、できてたらよくいいなと思います。はい、リンとレンが10周年ということで、まあ特に特別なレビューとかしたりしないんですけどね、申し訳ないです。したりはしないんですけども、ちょっと僕考えてることありまして、このタイミングで僕がちょっとこんなこと言うのもちょっとおかしいことなんですけども、チャンネル登録者が1000人突破してですね、ずいぶんもう長いこと動画作れてないんですね。本当はチャンネル登録者1000人突破したからといって、まあ、動画、なんか記念の動画作ってみようかなと思ったんですけど、ちょっとやりたいことが見つかんなくてですね、ちょっと考えてたんですけども、リンとレン、もともと僕結構好きで、2人とも他のボカロファミリーももちろん好きなんですけども、順位的に言えばやはりミクちゃんとリンちゃんが一番好きな順位に当たるので、まあ、1位とか2位その辺に当たっちゃうので、リンとレンに関しては普通にボカロですね、ソフトを買おうっていう風に考えてたんですね。はい、なのでそうですね、来年、今年はちょっともう無理なんですけども、来年の、まあ、どっかのところでリンとレンをちょっとお迎えしたいなという風に考えております。はい、無事10周年を迎えましたし、こちらとしても1000人迎えた記念というのもちょっと変な話なんですけども、まあ迎えてあげようかなという風に考えております。はい、まあ、そちらの方も楽しみにしていただければと思います。そしてですね、10周年を迎えまして、この間アニメイトのグッズをレビューしたばっかりなんですけども、これからもグッズはバンバン出ると思いますので、そうですね、そちらの方も頑張ってレビューしてみたいと思います。その時はね、ぜひリンとレンの、声とともにですね、リンとレンとともに、レビューしてみたいと思います。はい。まあそれだからでね、バシアとミクチャンネルってなんかバシアとミクリンレンチャンネルみたいな風になってしまうと思うんですけども、まあこれからも名前を変えずにバシアとミクチャンネルという風に感じ、やっていきたいと思います。はい、まあ何せよ、リンとレン10周年おめでとうございます。これからも応援していますので、そうですね、頑張っていってほしいなと思います。そして近々ルカネも10周年を迎えますので、まあそちらの方もですね、できれば、ケーキちゃんとお祝いして、お祝い用のね、ケーキ用意したいなと思っています。はい、頑張んなきゃねえミク。はい、というわけで、まあそんな感じで、リンとレンの10周年、僕の方の動画でも、そうですね、お祝いしてあげたいなと思って、この動画撮ってみました。遅くなっちゃって申し訳ないです。改めておめでとうございます。これからもよろしくね。というわけで、リンとレンの10周年をお祝いする動画なんですけども、これにて終わらせたいと思います。障害者のバシーと、ミクでした。はい、またねー。バイバイ。ミクと、バシーから、お願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それではバッシーとミクチャンネルをお願いします。